さあついにやってきました、全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、応答中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。俺はこの時を待ってたんだ。来い新田、横をすり抜けた。さっくん敵陣を切り裂く。それ横をすり抜けた。何キサリ君素早く横に倒す、豪快に成功。一郎君横に飛んだ、ボールはまだ生きている。スライディングで止めた。翼くん、ボールは翼、抜けるもんなら抜いてみろ。4人だろうと今度は抜く。すごい、抜ける隙がなかった。さすが翼、振り切った。キスギ君ゴール前に持ち込んだ。よっしゃった。伊沢君タックルが炸裂。抜き取った。チャンスが決まった。翼君これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、どうだ、このスライディングが決まった。花波くん、素早く横にかわす。連続突破で見せます。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。どうするか、ぶつかっていった。チャンスが決まった。パスを出します。来い翼先輩、俺の力を見せてやる。くらえくそ、さすがだぜ翼先輩。コーナーから蹴ります。どちらが先に触れるか、このセンタリングをものにできるか。外してしまった。ゴールキックです。ロングボールを送る。ワンタッチで送る。キスギ君パスを回す。ここでスルーパス、ボールダッシュ成功。ロングボールハイスピードでかわす。ボールを奪った。浦部くん、これは必殺のロングパスだ。新田くん、これはうまく受け取った。ハイスピードでかわす。ゴールは奪わせません。そら、翼くん、これは何で仕事になるか。スライディングで止めた。パス、これは通るか。新田くん、シュート。スライディングでカット。新田くん、ここから打ってきた。キスギ、翼、ボールを奪った。ここはパスを出した。チャージが決まった。南葛、この作戦指示が功を奏したか。
長野くん横にかわして突破、次々にかわしていく。このタックルは不発に終わります。ここから一気に攻め込みたいところ。長野くんシュートだ。さあボールを抑えた。スライディングで止めた。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。新田くん一気に抜けた。小田くんここは抜かせません。それ草薙くん素早く横にかわす。チャージが決まった。スピードに乗ったドリブル。小田くんここで止めた。翼くんボールは友達渡しません。ここからチャンスを作れるか。これは南米式のドリブルだ。ゴールを狙う。さあボールを抑えた。かわして振り切った。ここからロングキーを打った。しまった。あっという間に抜けた。中里くん激しいタックル。その横を振り抜けた。このタックルは不発に終わります。南くんゴールを狙う。あっとこれを弾いた。西尾くん激しいタックル。またと奪い返した。木杉くんスイラフタスに勝つ。チャージが決まった。大友これはコースの
これは南米式のドリブルだ。ヒザーリシュートでゴールを狙う。一条くん、このシュートに反応している。パントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。高杉くん、ダイレクトでパス、パスを出します。さら木杉くん、ここはパスを出した。いいぞ。ここで大きくサイドチェンジ、このパスをカットします。チャージが決まった。そうだったぜ。木杉くん、そら横にかわってきた。止まらない。木杉くん、豪快にシュート。ここだ。このボールに飛びつく。一条くん、これはキャッチできない。川田くん、タックルも決めた。長いパスが通った。しまった。新田くん、ハイスピードでかわす。田波くん、ボールを狙うも届かない。パスを出します。西野くん、ここで止めた。高杉くん、素早く狙います。かばして振り切った。伊沢くん、敵陣を切り裂く。回転の逆でシュートを放った。一条くん、このシュートに反応している。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、素早くつなぎます。体ごとぶつかっていった。西尾くん、パスを出します。こいつあっという間に抜き去った。さら新田くん、連続突破で見せます。ハイスピードでかわす。大友、これはケースの連携を早くとシュートだ。このボールに飛びつく。森崎くん、ボールはまだ生きている。素早くつなぎます。パスを回す。伊沢くん、パスを出します。このタックルは不発に終わります。ここはパスを出した。それ伊沢くん、横にかわして突破。次々にかわしていく。伊沢くん、回転をかけてシュートを放った。一条くん、ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。ドリブルでボールを運ぶ。中尾くん、次々にかわしていく。体ごとぶつかっていった。岸田くん、ボールを奪うことができません。滝くん、スルーパスを狙う。かわして振り切った。キスギくん、敵陣を切り裂く。懸命に取り付く。あっと、必死にゴールを守った。吉川くん、ボール。
素早く残り倒す。タックルが炸裂。伊沢くん、ワンタッチで送る。翼くん、ボールは友達。マカスマくん、これは南米式のドリブルだ。素早くつなぎます。パスを出します。長野くん、ワンタッチで送る。伊沢くん、スペースにパスを出した。ここでスルーパス、横をすり抜けた。さあ、ゴール前です。岩見くん、シュートだ。吉川くん、ボールを蹴り出します。ここは抜かせません。吉川くん、大友、これはコースの連続。スライディングで勝つ。